2ヶ月後に迫った韓国の大統領選を巡って与党候補が最大野党の候補に支持率でリードを広げる一方第3の候補の支持率が急上昇しています。調査会社の韓国ギャラップが今月実施した世論調査によりますと与党・共に民主党の大統領候補イ・ジェミョン氏が支持率で最大野党・国民の力のユン・ソギョル候補を 僅差だった去年12月の調査から10ポイント差にまでリードを広げました一方別の中道野党国民の党の候補で前回の大統領選にも出馬したアン・チョルス氏の支持率は3倍に跳ね上がっていますアン候補は18歳から29歳の若い世代からの支持を集めていて好感度については全体でトップとなっています最大野党候補